はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。スキル悪用おじさんです。さあ本日なんですが、新しく追加されましたね、本日追加されましたサイバー流進化という、ぶっ壊れスキルを早速悪用していきたいと思います。スキルを悪用させたら右に出る者はいないって言われてるんですけども、私、この最強のですね、このサイバー流進化っていうスキルのですね、盲点というかね、このエマージェンシーサイバーとパワーボンドが、デッキの一番底にね、一番下にエマージェンシーサイバーまたはパワーボンドを1枚ずつ、またはっていうか両方とか両方を追加するっていうスキルなんですよ。っていうことはですよ、逆に言うと一番下以外はその全部自分で操作できるというかっていうことなんですよ。私ひらめきまして、こいついるじゃないですか、この魔導雑貨商人っていうモンスター、こいつセットしてリバースできたら、このスキルで何セットされたエマージェンシーサイバーとパワーボンドがめくれるんで、絶対に魔法カードを自分の手札に加えながらデッキの中のモンスター全部墓地に送れるっていうことに気づきまして、ということなんですよ。やべえことがいっぱいできます。で今回何やっていくかっていうと、アルティメットスキル悪用ワンキルをしていくんですけども、はい、またクソレッキ製造工場です。はい、クソレッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。本日はまず魔導雑貨商人をセットしまして、で、こいつを頑張ってリバースしていただきまして、ちなみに、環境的に魔導雑貨商人を、リバースさせてくれる環境じゃねえっていうことは置いといてそんな簡単にリバースさせてもらえません。はい、だからなんか気合でリバースしてもらいます。はい、で、リバースしていただいて、でそうするとなんかめちゃくちゃモンスターいっぱい出てるんですけど、これ全部落ちるんですよね、墓地に。で墓地から、ゾンビキャリア、これ二中なんですけど、これは特殊召喚しまして、でこのスキルね、レベル5にできるんですよ。ちなみにサイバー流進化っていうこのスキル、サイバードラゴンをレベル5にできる、自分のフィード上の。だからコアとかをレベル5にできるんですよね。だから 5にしたコアとなんかゾンビキャラとかで、これブラックローズドラゴンできるんですよ。2と5で2-5 で、でブラックローズして相手の盤面ぶっ飛ばしまして、でその後に、墓地から、カオスベトレイヤーとソルキウスを蘇生しまして、で6-6でエクシーズしてトレミスを出しまして、でトレミスの効果でネクスティアを墓地から回収しまして、でネクスティア効果で特殊しながらサイバードラゴンを特殊しまして、でネクスティアとサイバードラゴンで、5-5をまた作りまして、サイバードラゴンノバをするか、もしくは手札に加わったパワーボンドを発動して、サイバードラゴンとサイバードラゴンでキメラティックランページドラゴンか、サイバーツインドラゴンを出してぶん殴っていくっていうね、はい、このデッキいいところはなんとパワーボンドがちゃんと使えます。はい、なんなら実質パワーボンドサーチみたいなことしますから、この魔導雑貨商人がね。はい、早速ね、この天才ワンキル決めていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、勝てば昇格、やるじゃねえか、マジシャンガールズ、いいだろう、俺様の最強デッキで阻止してやるぜ。ちなみに今、5連敗中です5連敗中です。はい、どうもすいませんでしたって感じ。でもガールはそんなワンキルしてくるイメージないんだけどな。結構トラップカードはね強かったりしますけども、モンスターいっぱい耐久力があって展開して、で結集とインカン生産セットしてみたいな感じだと思うんですけども、そんなにワンキルしてくるイメージはないので、またなんとかこいつはリバースできんじゃねえかなっていうし、あバトル、伏せないんだ、弱いね。さあとりあえず魔導雑貨商人の効果、魔導雑貨商人の効果でデッキからカードを魔法トラップカードが出るまで、墓地に送っていく。ちなみにデッキの一番下に2枚魔法カードがあるだけなんで、全部のカードが墓地できます。はい、神ゲーです今から神ゲーを始めます。さあソリティアを回収していくぞ。サステゴサイバーも落ちていく、でゾンビキャラも落ちて、でネクステアも落ちて、ネクステア落ちて、でそして、エマージェンシーサイバーを手札に加えていく。そう、そしてデッキの一番底に眠るカードはパワーボンド。まあ今回はちょっとパワーボンド使うか分かんないけどね。相手誘発ねえだろさすがに。あんなクリボールくらいじゃないの入ってるの、あのデッキ。クリボールだけケアするわ。でゾンビキャリアの効果を発動、手札の、エマージェンシーサイバーをデッキに戻しながらこのモンスターを特殊召喚、そしてサイバードラゴンコアを召喚、サイバードラゴンコアの効果発動、サイバードラゴンコアの効果でサイバーまたはサイバーティック魔法トラップカードを手札に加えていく。
今戻したサイバーエマージェンシーサイバーを手札に加えていく。そしてスキル発動サイバー流進化。はい、悪用します。レベル5にしまして、レベル5のモンスターにレベル2のモンスターをチューニング。新規の召喚。何、新規の召喚でなんだ。冷たい炎がどうのこうの。ブラックローズドラゴン、ブラックローズドラゴンの効果、ブラックローズガイル。はい、ドーン。はい、ガチコリドーン。そして墓地の魔合神ソルキウスのモンスター効果発動。魔合神ソルキウスの効果によるカオスベトレイヤーとエマージェンシーサイバーを墓地の振り、魔合神ソルキウスを特殊召喚。そして墓地のカオスベトレイヤーのモンスター効果発動。カオスベトレイヤーの効果は墓地の闇属性と光属性モンスターを1体ずつゲームから除外することにより特殊召喚できる。そしてカオスベトレイヤー特殊召喚に成功した場合、相手の墓地のモンスター1体を除外する。そしてレベル6のモンスター2体でオーバーレイエクシエンス召喚。セイクリッドトリミスメシエス7、メシエス7のモンスター効果発動。このモンスターのオーバーラインを1つ使い、墓地のモンスター1体を手札に加えることができる。ネクステアちゃんどこいた。ネクステアを手札に加えていく。そしてサイバードラゴンネクステアのモンスター効果発動。ソルキウスを墓地の送り、このモンスターを特殊召喚。このモンスターが特殊召喚に成功した場合、墓地の攻撃力または守備力が2100のモンスターを特殊召喚できるサイバードラゴン特殊召喚。そしてサイバードラゴンネクステアにスキルをぶち込んでいく。スキル発動サイバー流進化。レベルを5に強引にしていく。そしてレベル5のモンスターに対してオーバーレイエクシエンス召喚。サイバードラゴンノバー、ノバーの上に重ねてオーバーレイネットワークを再構築。エクシエンスチェンジ、サイバードラゴンインフィニティ、嘘です、すいませんでした。サイバードラゴンを特殊召喚。オーバーレイユニットを1つ使い、墓地のサイバードラゴンを特殊召喚していく。現れろサイバードラゴン。これでクリボールケアは完璧だ。バトルフェイス、サイバードラゴンでダイレクトアタック、エボリューションバースト。さらにサイバードラゴンの前の攻撃、エボリューションアルティメットバースト。うおいや最強だこのデッキ。魔導雑貨商人ガチでリバースできる環境じゃねえけどな。あ、やっと勝ったわ。さあお相手の方はサイバーリュー、やべえサイバーリュー進化ミラ来た、サイバーリュー進化ミラ来た。俺の勝利の糧、サイバーリュー進化とはいえ俺のデッキは一味違うぜ。なんでかっていうとな、俺の名前はクソデッキ製造工場長、クソデッキを製造することしかできないことに有名。サイバードラゴンいいだろ。やべえ死ぬかなこれ。これ4200パンチされても一応ステゴサイバーいるんで、なんとか守れるんですよね。ステゴサイバーパイセン結構強くて、あの魔導雑貨リバースできさえすれば防御弾になるん でしかも守備力が結構高いから意外となんとかなるっていう。レベル5のモンスターに対してオーバーレイするか。あいいだろう。なるほど、はい、ノバいいよ、ノバはいい、ノバはいい、ノバしゃあねえ。ノバの効果もいいだろ。あーいいだろ、サイバードラゴンノバの効果で。あもうこれボッキーないけど、これ打点もう上げんの。それダメステで使えるよ、それダメステで使います。一応今使わなくてもいいんじゃないかな。はい、それなんかあれですか、なんかサイバーロードフュージョンあっても別に耐えますけど私、まあ、とりあえずですね、魔導雑貨商人をリバースさせていただきましたので、ここからはね、相手の、まあ、絶望の淵に沈む顔を見ながらね展開していきたいと思います。はい、まあ、サイバードラゴンの場合一応効果で破壊されるとなんかデッキからエクストラデッキから融合モンスターを出せるみたいな効果あるんですけど、まあ、ちょっとバックあるんで、あの出てきたモンスターをパワーボンドであの上からぶん殴りましょう。はい、いいよ。サイバードラゴンノバの効果を見せることもできる。なんて神ゲーなんだ。サイバードラゴンノバの効果を見せることもできる。なんていう新規カード。反則チャンネル。最強すぎるな。ストラック、ストラック、サイバー流ストラック。好評発売中。サイバードラゴンコアを召喚。サイバードラゴンコアのモンスター効果発動。サイバードラゴンコアによりサイバーまたはサイバーテック魔法トラップカードを1枚手札に加えることができる。さあエマージェンシーサイバーを手札に加えていく。そしてサイバードラゴンコアのレベルを5に上げていく。ピルーン。そしてレベル5のサイバードラゴンコアにレベル2のゾンビキャリアをチューニング。シンクロ召喚ブラックローズドラゴン。うわー何エクシスブロック。あーそれは素材を取り除くとモンスターの向こうにできるから、これは強い。まあいいや。おい、あのサイバードラゴンノバ別にほっといてもなんかあれだろ、エンド出るから別にいいだろ。俺はこの手数で終わる男じゃないぜ。とりあえずまずは
カオスベトレイヤーのモンスター効果を発動。カオスベトレイヤーは墓地の光属性闇属性モンスターを1体ずつゲームから除外することにより墓地から特殊召喚することが可能。そして特殊召喚に成功した場合、相手の墓地のカードを1枚をゲームから除外する効果を持っている。サイバードラゴンをゲームから除外、そして墓地の魔合神ソルキウスとかいう誰やねモンスターの効果を発動ってことだから、カードを2枚捨てることによりこのモンスターを墓地から特殊召喚、そしてレベル6のモンスターに対してオーバーレイエクシーズ召喚、現れろセクレットトリムスメッシエス7。まあこれでバウンスしてもいいんですけど、ちなみに相手のモンスターそれだとワンキルが取れないっていうね話あって、俺様はサイバードラゴンネクステアを手札に加わさせてもらう。そしてサイバードラゴンネクステアのモンスター効果発動、手札からモンスターを捨てることによりこのモンスターを特殊召喚、そして特殊召喚に成功した場合墓地のサイバードラゴンを特殊召喚、貴様の懐にある勝利奪い取る。俺は負けたくない。俺はパワーボンドを発動、フィールド上のサイバードラゴンモンスターを墓地6にサイバーツインドラゴンを融合召喚。このカードで融合召喚したモンスターは攻撃力が倍になる。バトルフェイズサイバーツインドラゴンの攻撃エボリューションツインバーストー、甘い勝利、俺は勝利のみのリスペクト。敗者の貴様には分かるまい。さあお相手の方サイバー流進化くんじゃないな、なんか今スキル言わなかったなんだあいつあいつなんだスキル今ヘルカイダー使ってね、サイバー流、あサイバー流進化掘ってんのかな、そのパターンだ。いやでもまたねこのヘルカイザーさんの顔たくさん見れてるのが嬉しいです。僕は本当にサイバードラゴンコア強い。あえサイバーリックフィールドサポートに入ってるんだ。そこにそのリミットいいんだよね。サクこと吹っ切るのそれ。サイバーリー王毅はえあれなんかこれクソほど弱体化食らってなかったえやばいえ何これどういうこと。えこのスキルってさどうだったんだっけ。手札デッキからサイバードラゴンを攻撃力ゼロにして、あ手札デッキから出さなきゃいけないんだ。ターシーの島で自分はサイバーエンドラゴンしか特殊ができない。なるほど、えじゃあサイバーエンドってことやばい、あ貫通するやばいね、え